常に人の顔色をうかがってしまう。 周りと比べて何もしていないはずなのになぜ同僚から嫌みを言われるんだろうそんな不安や悩みをお持ちの方は心を癒してくれそうな本やインターネット記事などを探して読んでみたことがあるかもしれません自分らしく生きなさいあなたはあなたのままでいい全員に好かれようとしなくていい周りの期待に応えなくたっていいおそらくこのようなメッセージを皆さんは何度も見てきたことでしょうしかしこのよう このようなメッセージだけで、あなたの心は本当に軽くなりましたか、こうしなきゃいけないとか、こうあるべきだ、このような執着が人の心を苦しめているケースが多く、中でも代表的なものだと、人の期待に応えなきゃいけないと思い込み、心身ともに疲弊するまで頑張りすぎたり、期待に応えられなかった自分を責め続けてしまったりします。多くの書籍で語られている、自分らしく生きなさいといとうメッセージはこの執着を手放すため 目の助けになる素晴らしいい内容だと思いますしかし多くの人の心はとはいえ周りの目を気にせずに自分の意見を言っても本当にいいのか人間関係が悪くなってしまわないかとどこか腹落ちできず不安で行動に移せないままでいますでは どうすればいいのでしょうか実は、この執着を手放すということを意識するだけでは、なかなかうまくいかないんだと著者は言うんです。大切なのは、執着を手放すメリットまで含めて理解すること。人の期待に応えなくていいという心構えだけではなくて、人の期待に応えないことによるメリットは何なのかを知っておけば、本当の意味で執着を手放し、今よりも心安らかな毎日を過ごすことができるんです。皆さんどうも こんにちは 本チャンネルのたみです今回は心理カウンセラー、ルロウニさんの心理カウンセラー YouTuber が教える1秒で不安なくなる大百科あらゆる悩み、ストレス、疲れを吹き飛ばすリスト100を解説していきたいと思いますとても勉強になる一冊でしたのでこの動画を見ることでこの本いいなぁと思っていただきましたらぜひ一度手に取って読んでみていただきたいと思いますそれでは早速参りましょう本日のお品書きは次の通りです一元でなぜ自分 自分らしく生きられないのかということについて2言で自分らししく生ききるたためにについいいいてて解説していきたいと思いますそれでは早速1言のなぜ自分らしく生きられないのかということから皆さんに解説をしていきたいと思いますさて著者は様々な悩みを抱える3000人以上もの相談者をカウンセリングしてこられましたカウンセリングを受けてうまく悩みを解消していった方がたくさんいる中で問題解決に向けてなかなか 動けなかったという方もたくさんいたと言います著者はそんな校舎の方々にはある一つの共通点があることに気づいたんですそれは 冒頭でも触れたこうしなきゃの思い込みです世の中の常識や他人から言われたことに影響されて生まれたこうしなきゃという思い込みに縛られて自分らしく生きることができていないんです例えば上司からのパワハラがひどいので転職したいと考えている人自分の悩みが何なのかはすでに分かっていて解決するにはどうしたらいいかの冊子がついていますそれでも一度会社に入ったからにはそんなすぐに逃げてはいけ いけないという思い込みによって行動に移せないでいる人がいるんですまた次のようなこうしなきゃという思い込みもあるでしょう例えば夫と仲が悪くしんどいから本当は離婚したいでも結婚したからには妻の役目として生涯寄り添い続けなければならないあるいはたまには子供のお世話を誰かにお願いして友達と遊びに行きたいでも一人で楽しみに行ったら母親失格ではないのか あるいは上司の飲み会に付き合わされるのが金銭的にも体力的にもきついが先輩に相談してもみんな我慢しているうち仕事のうちなのだと言われる断ったら左遷されるのではないかこういったこうしなきゃという思い込みによって 嫌なものストレスとなるものから逃げられないより良い人生に向かって一歩を進めることができない人がたくさんおります世の中の常識世間体周りの人々の視線といった檻の中から抜け出せない人が多いのは日本人の同調圧力つまり周りの人と同じようにするのが当たり前という考え方や自分のことよりも他人のことを思いやる心といった考え方が背景にあるのでしょう日本人が幼少期から受けてきた 同調性協調性性協を重んじる教育により空気を読み自分の意思よりも周りを優先してみんなと同じように行動するのが良いという意識が子どもの頃から自然と芽生えているんですなのでもし自分が少数派の意見を持っていたら批判されることや仲間外れにされることを恐れて多数派の意見に合わさざるを得なくなりますこうしなきゃの執着が強くなればなるほど他人に言いたいことを言って本当に自分がや ややりりたいいいいこことをやるとををるうう人生が歩みづらく、く心は傷ついててい、ばかりです。ししなきゃを手放して自分はこれでいいんだと思える生き方を受け入れることができない人は日々苦しい思いをしていてふとした時に一度きりの人生で本当にこれでいいのかという考えが浮かんでさらに落ち込んでしまいますそれでも行動に移せないのはみんなと同じようにしていればまず荒波は立たないし失敗のリスクも低い 誰かに後ろ指を刺されるといったこともないからでしょう。周りのみんなから仲間外れにされる恐怖や、これからどうなるかわからない辛い思いをするのではという不安よりも、自分の意思を我慢してでも、先の見通しを持って安心して生きていく方を選んでしまうんです。転職が増えている現代の日本では、いまだに一度入った会社を中途退職することに、どこかネガティブなイメージを持たれています。親や会社の先輩などに 仕事が辛くて辞めたいという相談をしたら、辞めたら逃げ腰がつくぞとか、辛くない仕事なんてないんだ、甘いことを言うななどと言われた経験がある人も多いでしょう。 彼らなりにあなたのためを思って言った言葉だと思いますがそれは嫌な仕事辛い仕事でもじっと耐えるべきであるとか転職なんて根性がない人がやるものといった偏った考え方から生まれる言葉でもあるんですあなたの周りにこのような場面であなたがどれだけ辛い思いをしているか本当はどんな人生を歩みたいのかということに真摯に耳を傾ける人はいるでしょうか仕事は苦労した方が良い辛い 辛い経験も積んだ方がいいという根性論も世の中にはありますが果たして本当にそうでしょうか同じ時間働くのであれば合わない環境で我慢し続けるよりも少しでもその人にとって楽で生産的に仕事を凝らし心地よく働ける環境の方が自分の人生を充実させてくれるに決まっていますよねもちろん自分の適性も考えず何でも簡単に放り出して良いというわけではありませんが転職というのは ネガティブなことでは決してなく、自分が自分らしく、もっと楽しく働ける環境で、より良い人生をスタートさせるための手段として、もっと使われるべきではないかと著者は言うんです。ただ、自分らしく生きるというのは、ある意味、周りとの差別化を図ることであり、みんなの輪から外れて、先の見通しのない生き方に方向を転換するということです。 親と同じようにすれば同じように生きられるとか上司や先輩と同じようにすれば同じキャリアを歩めるとかそうやって周りにいるお手本を見ながら今まで当たり前のようにみんなに合わせて生きてきたという人にはとても難しい行動に思えるでしょうでもこのままではダメだと分かっているけどやはりどうしようもない自分にはできないと明日からもまたこれまでと同じ我慢の日々を生きていくのも嫌ですよねそこで言う 気を出して周りの目を気にしながらもとりあえず行動だけを変えてみたいという人もいらっしゃるかと思いますそれでうまくいけばいいんですが 残念ながら多くの人は自分らしさを発揮できずに終わることになってしまいがちなんですこうしなきゃという思い込みが根強く残っている場合周りからのネガティブな反応や攻撃を受けるとだんだんと世間から外れた自分をこのままでいいのかと信じることができなくなってしまいます本当に自分はこれで大丈夫だろうかという不安に押し潰されてなりたいと思っていた自分に向かって進めなくなるんです再び会社の例 を出しますが会社などのコミュニティに入っていると周りの目が気になってきたりもします毎日残業で修練近くまで会社に残っている若い男性 t さんを例にお話ししていきましょう T さんの上司は若いうちは多少無理してでもガンガン働くものだというこうあるべきの考えを持った人です T さんは毎日の長時間労働で疲れ果て家で家族と温かいご飯を食べたり小さな子供と一緒に遊ぶことができないと悩んでおりましたそこで子供が小さい時期は今だけだ残業せずに定時で俺は帰るんだと一念発起してそれを実行するようにしたんです 家族と癒しの時間を過ごし、早く休めるので体調も良くなり、T さんの人生は幸せな方向へと進んでいきました。その一方で、少しずつ社内の雰囲気が変わり、T さんの同僚は、あいつは上司の方針に反しているとか、みんな我慢して残業しているのにあいつはずるいといった視線を送ってきます。人は自分が所属する集団、つまり同じ行動をとっている者には、肯定的な評価をしやすく、外の 集団つまり T さんのような人と違うことをしているものには対立的な行動を取りやすい生き物なんです。結果 t さんはだんだんとお先に失礼しますと言いづらくなり同僚に後ろ指を刺されあいつは社会不適合者だと言われるのではないかという不安を抱えていきます周りからのプレッシャーに耐えきれず結局は再び残業ありの生活に逆戻りすることになってしまいました家族との時間という自分にとって価値のある人生の一部を手に入れたのに周りからの圧力に負け周りと違う選択をした自分を信じられなくなって ししまままうこうここここなきゃににわれたままでいることの弊害はここにあります t さんはそのまま行動を続けていればそのまま自分が望む人生を送れていたでしょう定時帰宅を続けていれば子どもの成長を間近で見守ることができ多少仕事が大変でも家族と一緒にご飯を食べる楽しみが仕事を乗り切る活力にもなったはずです いかか。がでしょうかあなたはもっと自分が本当にやりたいことをして生きて良いんですその道を選ぶのであればこうしなきゃに縛られた自分ときっちりと決別し自分の人生はこれでいいんだと受け入れたとえ迷いが生じても行動を続けることが大事であることを忘れないようにしましょう人の価値観は人それぞれであり自分のやりたいことを優先してでも先行きのわからない未来を選ぶよりも自分を を殺してでも周りに歩調を合わせて見通しのある人生を生きる方が自分にとってはメリットが大きいかなと考える人もいらっしゃるでしょうもちろんねそれを納得して選んだのであればその生き方があなたにとって正解だと思いますですがこれだけは覚えておいてください自分が心の底から納得して選んだこととこうしなきゃという思いから無理やり自分を納得させて選ばざるを得なかったことは違うということで ですそして実際に。 多くの人々の問題解決に向けての行動を阻んでいるのが、こうしなきゃの執着なのであるということそれでは、一言の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1、世の中の常識や他人から言われたことに影響されて生まれた、こうしなきゃという思い込みに縛られて、自分らしく生きることができていない人がたくさんいる。ポイント2、勇気を出して自分がやりたいことをやってみるというだけでは、周りのネガティブな反応に 耐えられず世間から外れた自分を信じられなくなってしまいうまくいかない可能性が高い本当にやりたいことをして生きるためにはこうしなきゃの思い込みを手放し自分の人生はこれでいいんだと受け入れたとえ迷いが生じても行動を続けることが大事であるポイント3 価値観は人それぞれなので正解も間違いもない。最終的に自分が納得して選んだ道であればその生き方は正解である。ただ自分が心の底から納得して選んだこととこうしなきゃという思いから無理やり自分を納得させて選ばざるを得なかったということは違うということは理解しておこう。ポイント4転職はネガティブなことではなく自分が自分らしく もっと楽しく働ける環境でより良い人生をスタートさせるための手段としてポジティブに利用されるべきであるそれでは次二元で自分らしく生きるためにということを解説していきたいと思いますさてこうしなきゃこうであるべきを手放して生きることなど皆さんは無理だと思いますか無謀な挑戦だと思いますか瞳を気にせず自分が本当にやりたいことをやってもっと自由に自分らしく生きるこれはただの理想 理想論に過ぎないい。のでししょうか安心してくださいそんなことはありません。ほとんどの場合、こうしなきゃという思い込みは手放しても大丈夫です。なぜなら他人から言われたことはあくまでその人の価値観から言っているに過ぎないからなんです。世の中には絶対的に正しい価値観なんてありえないんですよ。しかし、人は自分にとって都合の良い情報ばかりを無意識に集めようとしてしまう生き物ですから、自分の価値観に合う情報を優先的に 集めてややっっぱり自分は正しかったと思いい込みやすす傾向にあるんです自分にとって都合の悪い情報に対しては自分にとって都合が良くなる理由をつけて否定してしまうよって外部からの新しい情報を受け入れて 新たななな価値観にアップデートされるとといいうことはなかなか難しいんですまた周りの常識を鵜呑みにせず自分が心からしたいことを優先して他人とは違う行動をとった結果どうなったかという検証をしたことがある人はほとんどいません自分の属するコミュニティで共有されていた常識が他のコミュニティでは非常識だったということはよくあるものですが外の世界に触れたことがない人はその非常識にいつまでも気づかないものです なんですここで違うコミュニティに属したことで今までの常識が覆され以前よりも楽しく充実した生き方ができるようになった看護師の A さんの例を挙げてみましょう A さんには1歳の子供がいて旦那さんと共働きで生計を立てています A さんの母親は専業主婦で A さんは母親から結婚したら女の人が家を守るものだ私は友達と遊びにも行かず夫や A さんのために毎日家事をしていたということを言われてきました A さんの母親は専業主婦として大変家庭に尽くされておりましたが A さんはというと パートの看護師として働いているため、母親と同じように、一人で家事に育児にとこなすのは負担が大きいと感じていました。たまには友達とご飯に行きたいけれど、フルタイムで働いている旦那に、子供の世話を頼むのは、母親失格だし申し訳ないという気持ちでいたそうです。同じ病院で働く A さんの母親と同年代の方々も、みんな仕事と家庭を両立してきた人たちばかりだったため、子供が自立するまでは遊びに 行くのは我慢するべきかとますます思うようになっていたそうですしかしある時旦那さんの転勤が決まり A さんの職場も病院から老人ホームへと変わることになったんですそこで働いていた若い看護師たちにストレスの発散法を聞いたところなんと月に1回から2回は夫に子供を預けて友達とランチ会などをやっているという回答がほとんどだったそうです新しい職場の同僚の中では共働きなのだから夫 夫婦がどちらも自分の時間を大切にするのは当たり前という考え方が常識的だったんですそこで A さんは勇気を出して旦那さんに次の休日に子供の面倒を見てもらえないかと頼んでみましたすると心よくたまには羽を伸ばしておいでよと言ってもらえたそうですそれからは 定期的ににに老人ホームの同僚とと一緒に食事をを楽しむ機会を作れるよようになっったた言いますったす良かでねお子さんが自立するまで外で楽しむことを我慢して過ごそうとしていた人生からあっという間に定期的に楽しい時間が約束された時間に変わったんですこのように周りの人が言っているからこうしなきゃと思う必要はありませんこうしなきゃを手放したら後で色々と辛くなって後悔はしないかという不安があるかもしれませんが 周りととと違う道を行ってても実際には心配しいいたほほどど不都合がないことがなこんどですつまりこうしなきゃという思い込みは単なる妄想だったということ自分が本当にやりたかったことができるようになりたいという思いがあるのであれば自分で納得して行動を続け心が折れて後戻りしないためにも妄想をなくすメリットを最初に理解しておくことが大切ですではここからこうしなきゃという妄想をなくすメリットを4つおつ お伝えしておきたいいと思いますメリット1人目におじけづくことなく自由に生きることができるメリット2他人のために自分を犠牲にしなくなる メリット3、嫌な人と一緒にいる時間を減らし、一緒にいて心地良い人との時間を増やせる。メリット4、自分と他人を比較することなく、自分の人生はこれでいいんだと思える。さて、いかがでしょうかでは、これからこの4つのメリットを順番に解説していきたいと思います。それではまず、こうしなきゃという妄想をなくすメリットの1つ目、人目にお気づくことなく、自由に生きることができるから解説していきましょう。さて、妄想を手放すことができれば、 人目を気にせずに行動できるようになります人の目を気にすると周りから笑われたり後ろ指を刺されたりというのを恐れてやりたいことを我慢していつまでも周りに合わせ続けなければいけなくなってしまいますしかし当たり前のことなんですが人生は一度きりなんです周りから無理だと言われてもあなたには無理ではないかもしれないどんなことに挑戦したっていいんです90歳を過ぎてから sns を始めてたくさんの人々から指示を 集めててて活躍されいいるインンフルエンサーだっています無理だからやめときなと言われようが未経験の新たな仕事に挑戦してみたっていい周りがどう思うが笑われようが あなたは自分がやりたいことをやっていいんです他人はあなたのことを思って引き止めたり否定的なことを言うかもしれませんがそれはその人の価値観でそう思っただけに過ぎないんですそのように言われたらそれを鵜呑みにする必要もありませんが無視する必要もありませんまあね参考程度に聞いておけば良いでしょうあなたの人生はあなたのものなんですからあなたが正解と思えればそれが正解となるんですそれでは次二つ目の妄想を手間 すメリット、他人のために自分を犠牲にしなくなるについて解説していきたいと思いますさて自分が我慢さえすれば丸く収まるそんな風に思ってこれまで嫌な思いをしながら自分を犠牲にしてきたかもしれませんですがあなたはもっと自分優先でいいんです自分を犠牲にする癖がある人は 例えば職場の給湯室を誰も掃除しないから私がやろうと自分だけが自分の家から掃除道具を持ってきたりします自分一人が我慢をしてストレスをため続けていく一方で他人からしたらあなたがそのように振る舞うことが徐々に当たり前になっていきますみんなで使う給湯室ですから掃除を当番制にしようと提案したり忙しくて時間がないならみんなでお金を出し合って清掃業者にお願いしたっていいんですそれでは次3つ目の 妄想を手放すメリット嫌な人と一緒にいる時間を減らし一緒にいて心地いい人との時間を増やせるについて解説していきたいと思いますさて大人はどんな人とでもうまくやっていかなきゃいけないもんなんだよそう言われたことあるかもしれませんしかしそんなことはないんです無理して取り繕って好きではない人と一緒にいるよりももっと自分にとってプラスになる人一緒にいて楽しい気分になれる人との時間を大切にしてい いいんです嫌なことなんてしなくていいんです。会社の飲み会にしろ。ご近所さん同士の集まりにしろ。LINE グループにしろ。嫌なら参加する必要はないんです。すでに LINE グループに入っていても、毎回、その会話に入らなければいけないなんてことはないし、嫌なら脱退しても OK です。これまで嫌な人に使っていた時間とエネルギーを、大切な人たちと過ごす時間に充てるようにすると、あなたのストレスは激減することでしょう。そんなこと、わかっちゃいるし、 それができないから苦労しているんだよと思われるかもしれませんですが嫌な人とでも付き合わなければならないというのもただの妄想なんですあなたの貴重な時間を嫌な人たちばかりに使う必要なんてこれっぽっちもないということをぜひ覚えておいていただきたいと思いますそれでは次4つ目の妄想を手放すメリット自分と他人とを比較することなく自分の人生はこれでいいんだと思えるについて解説していきたいと思いますさて自分が幸せ 幸せなのかかかどうかを確かめるために他人と比比較較しししすすとと永遠にに続けることになってままいます例え周りよりも高収入であることを自分の幸せの基準にしても自分よりも稼いでいる人なんていくらでもいるでしょうこうしなきゃを手放すことができたら他人がどんな生活をしていようと自分が幸せであればそれでいいと考えることができるようになります周りの人たちをどちらが幸せかのライバルにする必要は全く ありません幸せの形というのは人によってバラバラで誰もがそれぞれのゴールに向かって頑張っているんですあなたも自分がどうなったら幸せなのかを考えてそれに近づくために自分のペースで前進していけば OK なんですあなたの評価も あなたの感情もあなたの幸せも決めるのはあなた自身でありますそれでは2円の内容をこの辺でまとめておきたいと思いますポイント1他人から言われたことはあくまでその人の価値観から言っているに過ぎない人は自分の価値観を正しいと思い込みやすい傾向にあるが世の中には絶対的に正しい価値観などないポイント2こうしなきゃという思い込みは単なる妄想であるほとんどの場合こうしなきゃは手放し しても問題がない周りと違う道を行っても実際には心配していたほどの不都合が起こることはほぼない。ポイント3 今の自分のコミュニティの常識が他のコミュニティでは非常識だったということはよくある外の世界に触れることつまり行動して仲間から外れることでその非常識に初めて気づきそれが人生を変えるきっかけになることもあるポイント4こうしなきゃの妄想をなくすメリットは次の4つ1人目におじけづくことなく自由に生きることができる2他人のために自分を犠牲にしなくなる 3. 嫌な人と一緒にいる時間を減らし、一緒にいて心地いい人との時間を増やせる。4. 自分と他人を比較することなく、自分の人生はこれでいいんだと思える。さて、皆様いかがでしたでしょうか人の考えや行動の正解というのは無数に存在しますから、ご紹介する内容が全ての人にとって唯一絶対の正解というわけではありません。これをやれば、自分が生きやすくなると思えたら、明日からの生活に取り入れ 入れれていいいただければ良いと思いますちなみに本書では数にして100もの悩みを扱っていて読めばあなたの不安がすぐになくなるあなたに合う項目が必ず1つはあります一通り目を通していただくことでこんな考え方もあるんだなとかこんな悩みを持っている人もたくさんいるんだなと気軽に新しい視点を取り入れることができるでしょう本日はそれらの悩みに入る前にそもそもの不安のもととは一体何なのかということ 皆さんにに知っていたただくことししました今日の内容を踏まえた上でぜひ続きを読んでいただきあなたにぴったり合う悩みの項目を見つけてみてください本書で扱われている悩みを大きく分けると次の4つです 1. 1人間関係の悩み。例えば、優しくしすぎなくたっていいとか、自分を後回しにしなくても良いとか、全員に好かれようとしなくて良いとか、理不尽なことをされたら怒っていいということが書かれてあります。そして2つ目は、仕事の悩みです。限界まで頑張ろうとしなくたって良い。今の会社で認められなくたっていい。 いじられても我慢しなきゃと思わなくたっていい。出世しなきゃと思わなくたっていいなどということが書かれております。そして三つ目はプライベートの悩みです。一人だっていいよとか、うまく話せなくたっていいんだよとか、お金がなくたっていいんだよとか。 休むことに罪悪感を持たなくても良いんだよということが書かれております。そして四つ目は家族や恋愛の悩みです。結婚しなくたっていいんだよとか、嫌な家族と一緒にいなくたっていいんだよとか、夫婦喧嘩はしちゃいけないと思わなくたっていいんだよとか、完璧な親を演じようとしなくてもいいんだよということが書かれております。さてこのように本書には様々な悩みが書かれており、今何かしらの不安を持っている人、何かしらの悩みを持って ている人は自分と同じ悩みを持っている人がいるんだということを知るだけでも気持ちが楽になりますそして本書にはその悩みに対する解決法が書かれておりますのでおそらくあなたの悩みを解決してくれる一冊となるでしょうそして今自分が持っている悩みには解決法があるんだということを知るだけでも気持ちが楽になりますからまずそうやって気持ちを楽にしていただき動き出すエネルギーを蓄えましょうそして英気が養われてきたら実際に解決 解決法を実行し、あなたの悩みやストレスを吹き飛ばしていただければと思います。 本日は以上になります。この動画が良かったよという人は、私のやる気アップと、さらなる動画のクオリティアップにつながりますので、高評価ボタンとチャンネル登録、ポチッとよろしくお願いします。また、本要約チャンネル、論文解説チャンネル、残酷すぎる世界の真実という3つのチャンネルも頑張って更新しておりますので、興味のある方は、概要欄のリンクから、他のチャンネルにも訪れていただけると、とても嬉しく思います。ではまた次の動画で、皆様と一緒に、 学習できることを楽しみにしておりますよまた次の動画でお会いすることにしましょう本日はご静聴ありがとうございました